今日は皆さんありがとうございました。私はミュージカルというものは2回目なんですけれども、以前は全部セリフも歌でした。なのでいつもの平原綾香として の活動と少し似てるような感覚で演じてる部分もありました。なんですけれども、この今回のビューティフルはこんなにセリフが多いなんて聞いてなくてびっくりして、でもうそのセリフを覚えるっていう、まずそこから初心者だったので、そこから旅が始まりました。帝国劇場の私のお部屋には壁一面にセリフが貼ってあります。もうなんか呪いのなんかみたいな感じになってるくらい、うなされるぐらい。でもそうやって必死にとにかく覚えていきました。でもこのミュージカルをやってみて、キャロル・キングをなんとか最後までなんとか演じることができたのは、キャロル・キングが歌手の役だからだと思ってます。彼女の苦悩だったり、その楽曲を生み出す苦しみとかっていうのはすごくよくわかるので、そういう意味では共感しながらたくさん演じてきました。でもこんなに傷つけられたのは初めてで、すごくなんだろうな、とっても辛かったです。だけどなんかたくさんの仲間がいて、なんかこう You've Got a Friend を歌う瞬間とか、今日もねたくさん泣いてしまって、でいつもね、シンジさんはいつも泣いてたね。そうで、今日はソニーちゃんもボロボロ泣いてて、でもアッキーは笑ってたね。すごく一番いい笑顔だった。そこがまた良くて、だってアーガの切り返しが最高だったんだ。何？泣かない、泣か、涙は泣いて、泣いちゃったけど涙はなし。そこで涙はなしね。そう、でも一つ言えることは、人生が自分の望み通りに行く時もあるし、行かないこともあって、だけど望み通りにならない時があっても、必ず美しいものを見つけるというのがキャロル・キングが言いたかったことです。私も自分のねコンサートをやる時とかも、一人一人のお客さんがやっぱり主役で、お客さんのなんか疲れが取れたらいいなとか、肩こりが治ったらいいなとか、本当になんかそんな気持ちで実はいて、一人一人いろんな人生を抱えてこのホールに来てくださってると思うと、本当にどんなに大変でもなんか力が湧いてくる。それが私にとっての力の源なんです。キャロル・キングも実はそうで、いろんな辞典を読んだり、このキャロル・キングを演じるときに、私はニューヨークまで行って、ブロードウェイバージョンを見てきました。そしてブルックリンまで行って、彼女の元あったネセカを見に行ったりとか、学校に行ったりとかして、いろんな役作りのために頑張っていろいろやってきました。一つやっぱり言えるのは、どんなに傷つけられても、苦しくても、どんなに大変でも、決して愛を諦めないかったから、キャロル・キングは名曲を生み出して、そして今でも輝いているんだなと思っております。こうやって素晴らしいミュージカルを作ってくださった向こうの外国のスタッフ、そしてこの素晴らしい楽曲たち、そしてこの人生を私たちに教えてくれたキャロル・キングに大きな拍手を送りたいと思います。裏で働いているメンバーもご紹介したいと思います。まずは、このバンド、音楽監督を務めていらっしゃいました前島康明さん。そして表と裏で100人以上のスタッフが働いてくれてます。彼らのおかげで私たちはステージに立てています。本当に心の支えでした。皆さんに大きな拍手を。ありがとうございます。そして今日は
訳詞をしてくださった湯川玲子先生もまた来てくださってます。ありがとうございました。あと、あのね、裏で私たちをずっと見守ってくれていたスイングの2人がいます。紹介したいと思います。清水康夫、いくよ、せーの、ジュリオリア。